今回はですね、皆さんにトレーニングを行う際の、まず最低限のルールですね、お話しさせてもらいました。40秒ルール、2セットでやってほしいこと、休憩は1分取ること、まあ、やり方によっては30秒とかの場合もありますけども、まあ、とりあえずは1分ぐらい取ってください。このようにしてですね、トレーニングをやる場合の絶対的なルールってやっぱり存在します。なるべくチームにトレーナーさんがいるようでしたら、トレーナーさんつけた方がいいですね。で、次回はですね、いよいよ一つ一つの部分のトレーニングを始めていきます。それをまた参考にしてですね、皆さんトレーニングをやってみてください。お願いします。